古いよ古いよってのが来ましたけど、ついにすごいの来ましたね。何気なく来た割には最高記録更新しましたね。へえ、すごいですね。で、またこっからね、大和街道に戻ってきましょう。いやいやいや、すごいですね。あちらにあれですよ、ちゃんとあのこちらね、氏神様の方をね、神社の方ではあのちゃんとうちのね、私利私欲にまみれた、チャンネルの繁栄をね、お祈りしましたけど、ちゃんとあのお師匠さんの方はね、隅田木屋坂でね。で、続き、あ、こんなところに駐車場もあるんだ。安心じゃないですか。安全長者が制定されたんですね。歩きスマホダメですけど、大丈夫ですよね。これは大丈夫ですよね。これ何？人海持ち寄り車って何？あ、ゴミをね、こうやって書くんだ。味わっていいな。あ、人海でね。芥川の悪ですよね。芥川の悪だか。すごいですね。言うてだったら大和街道ってことになってますから、まあ、歴史あるわけですよね。下手すりゃだから東海道とかが制定される前に作られてるの。だからこれだからもうきせっと昭和5年の、さっきのあれですね、お宮さんの、あ、ここら辺までお宮さんのあれがあったんですね。へー、後になってますからね。すごいですね。この辺りも歴史ある建物いっぱいある。これは上町区、あ、集議所、集会所ですね。言うてその営業してる店が多いんでいいですね。ちゃんと集落として機能してますからね。たまにあの地方の方に行くと、いわゆる限界集落を超えちゃってるようなところとかも、ね、たまにありますからね。いやいや、その点全然この辺りに入ってくるとだいぶ、おっとー、すごい、あ、なかなか狭いとこから高田屋と大変ですね、その辺りは。あとポストやたら多いね。すっごいあちこちにポストあるの。これ昔から栄えてるところはこういう傾向ありますからね。ポストって結構ね、昔にわーって栄えとった街道沿いとかこういったところとかね、なんかカラオケ喫茶でしょうね。どっち行きゃいいの？こっちでいいのかな。お菓子屋さんとかあるよ。すごい趣のある。発送は3時50分までってなってるから、あれかな、もうでもなんかついてるし。ほらまたポストあるわ。えらいポストいっぱいあるな。で、これ、この辺りまでなんか商店街の雰囲気ありますよね。やっぱこういうところに来ると、わかりやすく、鈴木ダイハツっていうね、この、軽自動車かね。こういったところ、やっぱ細い道も多いんでね、やっぱね、軽がね、便利なんですよね。だから、大きい車1台持ってくよりも、ちっちゃい車2台あった方のが、間違いなくあのこういったところでは便利ですからね。ね、駐車場がね、
そんな困るのかって言ったら、まあ、ちょっとこの辺りだとちょっと駐車場狭そうな感じはありますけど、ね、まあ、ちょっと先行きゃいくらでもね、あの駐車場にできる土地があるっていうね、スタンダードさんもこんな感じですかね。ちょっと抜けたらいくらだって駐車スペースはあるんやから、それやったらね、こまい車2つ持ってた方がね便利だったりしますからね、こういったところは。で、中学校は向こうなんや、向こうの道行った方がええんかな。ここはここで、あ、さっき上町やったからこっちか、下町。あ、ここ役場跡なんや。へぇー、へぇー。あ、こんにちは。さあ、あ、こんなところに塩かなんかもあるんだ。さすがにちょっとこの時間からやとあれですからね。へー、いろいろあるね。もっと早い時間に来ればよかったね、もう5時前ですからね。ゆうて神社でね、じっくり見てましたし、成田ふみ不動明王とか、こんなところに不動明王あるんだ。へー、これ登ったってことなの。へー、まあ、せっかく来ましたし、ちょっと見てってみます。よし。で、その間にちょっとちゃんと道が合ってるのかどうか確認しとこう。微妙に間違えてたみたいですね。じゃあここをお参りして、引き返しましょう。やっぱさっきの下の道に落ちてた方が良かったんだ。あっちが大和街道だったんですね。はあ、いやいやいや、相変わらず無計画にやってますからね。はあ、おで、まただいぶ自然に溶け込んだ感じで、相当歴史感じるあれですけどね。よいしょ、すごいな。よいしょ、こんな謎の散策ルートもありますけど、よいしょ。まあこういうところでしたらね、多分上から人が来ることもないでしょうか。もう普通に撮らせてもらいますけど、実はこういったところをね、外ロケとかしとるときはね、やっぱ階段は気使いますからね、普段。よいしょ、お、結構向かい運動。岩不動、そこに打ち抜く。山田なりってなった時、何山田ですか。あ、成田さんな。あ、はい、あ、成田さんからいただいた、ありがたい言葉を書いてある。まさに、成田さんのあれなんですね。あら、こんなところに、逆さもありますね。で、お、ここはもう登ってたりみたいですね。お守りとかは、今はちょっと閉まってるみたいですね。よいしょ。じゃあちょっとお参りさせていただきましょう。よいしょ。の由来、なんか色ぼこがありますね。樹齢750年余り、いや、なかなかいい、すごいじゃないですかね、の歳月と風雪に耐え、第二次天正伊賀の乱にも戦火を免れ、天正10年6月
本能寺の変で織田信長がついに出たと、うん、で、あと徳川家康は堺から河内を経て、飯盛山現、四条縄手ね、四条縄手より伊賀を通って急遽三河に駆け返り、信長らの弔い合戦をすることで、わずかばかりの備え周りの沖縄なので三河までの逃避行を決したと。で、道中一行がこの次山、このね、成田山の山裾の、徳永寺で休息を取ったと言われている。その時にこの四郎木に見張りを立て、伊賀の乱直後の世情、の混乱の中、無事警護、護衛、警衛護送をしたと伝えられていると。そんな愉快があるところらしいです。ちょっと倒木になっているところとかね、倒石しちゃってるところとかもあったりしますけど、で、そここが、その、あ、でもちゃんと花とかも変えてね、いただいてますし、素晴らしいですね。で、祠がちゃんとありますね。はい。ああ、なるほど。こんな感じでね、覗かせてもらって、いい感じじゃないですか。はい、では、お参りさせてもらっておきましょう。いや、無事お参りも済みましたし、戻ってきましょうか。道間違えてたみたいなんでね。いや、危ない危ない。あのショートカットできそうな方から降りてた方が良さそうですね。あれだったら幾分かリカバリーできそうです。よいしょ。雨が降ってましたからね、だいぶちょっとぬかるんでますけど、よいしょ。足元だけ気をつけて、こっから脇道が作ってくれたんです。こっちの方が後から作ったんでしょうね。歩きやすい。あら、綺麗じゃないですか。うん、人を使ってないみたいね。雲の巣が、お、うん、重きし引っかかった。うん、カメラには映ってないと思いますけどね。後から歩きやすいようにツツジなんかも埋まってますし、うん、ただね、うん、これは蜘蛛の巣すごいな。これはさすがに私の目にも見えたけど、大丈夫？引っかからない？お、あ、もうジョロウグモでしたもんね。うん、ちょっとの蜘蛛じゃないですからね。めちゃくちゃ絡まってますよ今、蜘蛛の糸が。ひえひえ、あれか。あの芥川の悪とか言っちゃったからかな。蜘蛛の糸絡まっちゃったかな、それで。よいしょ、ね、芥川龍之介ですもんね。いやいやいや、あ、でこれで、あ、これでここに戻ってくるんだね。うん、あまり人は使ってないみたいですね。うん、よいしょ。あ、あ、あ、寒いな。うん、あ、なんかちっちゃい雲とかいっぱいついてるよ。大丈夫かな今。あ、こっから先、こっちから降りてったらさっきのところに戻っていけるのかな。よいしょ、大丈夫かな。もうすでに雲まみれですからね。うわ、え、いけんのこれ。ダメか、ダメだな、いけないな。はい、はい、間違えました。よいしょ。いやいやいや、おとなしく歩きましょうね。うん、よいしょ。大和街道を走る大和です。あ、ここ大和街道じゃないのか。Yeah.